Peggy 12. Tolkien 南部無双通信。皆様こんばんは。刀剣乱舞無双通信にようこそ。ナビゲーターを務めさせていただきます、日本放送というラジオ局のアナウンサーの吉田尚典です。よろしくお願いいたします。刀剣乱舞無双通信では8月の11日に発表になりました刀剣乱舞無双に関する情報を皆様にたっぷりお届けさせていただきます。で早速なんですが、本日ご出演者の方々ご紹介いたしましょう。ニトロプラス代表取締役で刀剣乱舞オンライン原作プロデューサーのデジ太郎さん、そしてパブリッシャーを務める DMM ゲームズさんから稲垣プロデューサーです。皆さんこんばんは、ニトロプラスのデジ太郎です。本日は刀剣乱舞無双について、刀剣乱舞のファンの皆様、無双シリーズのファンの皆様、そして今回刀剣乱舞と無双シリーズのコラボということで興味を持っていただきました皆様、ぜひ、刀剣乱舞無双について知っていただきたいなと思いまして、このような、場を設けさせていただきました。今日はこちらに大きい紺之助が一緒に来ております。刀剣乱舞オンラインのゲームの中でナビゲーターとして、登場する紺之助、大きくなってゲームから飛び出してきました。本日は刀剣乱舞無双の応援に駆けつけてくれました。今回ですね、初めての情報もございます。ぜひ最後までご覧いただけますと嬉しいです。よろしくお願いします。 DMM ゲームズの稲垣です。本日は皆様にご期待いただけるような情報をですね、できるだけたくさん用意しましたので、楽しみに待っていただければなと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、お二方どうもありがとうございました。それでは皆様にまず本邦初公開となりますこちらの映像からご覧いただきたいと思います。どうぞ。 Peggy 12。 西暦2205年、歴史の改変を目論む歴史修正主義者によって過去への攻撃が始まった。時の政府はそれを阻止するため、さにわなるものを歴史の守りとした。さにわのものの心を霊気する技により、刀剣は人の形を得て顕現する。その名も刀剣男子。彼らは時を遡り、時間素行軍を率いて歴史改変を目論む歴史修正主義者を討つべく戦いを繰り広げる。忍び寄る時間素行軍。貴様への仕置きだ。押し切る。負けるわけにはいかないよな。切る。密命の戦国刺激へ少し本気を出す。これでどうだ。いざ出陣。始めよう。刀剣乱舞無双、2022年5月24日発売予定。刀剣乱舞無双第1弾 PV をご覧いただきました。あの 3D のこうぐりぐり動きながらの派手なアクションって、まさに無双シリーズですけど。まさに無双です。その無双シリーズの真ん中に刀剣男子たちがいますね。いました。いや、ちょっと鳥肌立ってますね。ありがとうございます。あ、かっこよかった。本当に刀剣男子ごとに個性がいろいろありますので、その個性的なアクション、ここもすごく魅力があると思いますので、しっかりと見ていただきたいなと思います。
刀剣乱舞のね、こう今までもフィギュアとか美しい立体物いっぱいありましたけど、はい、それが本当に命を持ったみたいに言いますねそうですね、この魅力的な 3DCG で描かれた刀剣男子、これを皆さんの手で操作して自分自身が刀剣男子になりきって、もうたくさんの時間阻害軍をバッタバッタと倒していく、まあ、本当に爽快で、でまた刀剣男子同士がこう共闘する、そういったところもすごい魅力になってるんで、楽しみになっていただきたいなと思ってます。そうですよね、見るだけじゃなくて操作できるわけですもんね。そうなんです、やっぱりゲームすごい。本作では任天堂スイッチ版と DMM ゲームズ版で2022年2月17日に発売を予定しておりますと。そして、まあ、予約日と、まあ、豪華版についてですね、発表させていただきましたと。最後のところですね、で今回任天堂スイッチのパッケージ版は明日ですね、ちょうど9月25日土曜日から、順次予約を開始する形となっておりますと。そしてですね、英語版に関しては2022年5月24日に発売を予定しております。現在まだ予約はできない状況ですけども、順次、情報に関しては、皆様にお届けできればなと思っておりますので、よろしくお願いいたします。ここからは刀剣乱舞無双プロジェクトの成り立ちを光栄テクモゲームスの江川さんと翔さんにお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。刀剣乱舞無双ゼネラルプロデューサーを務めております光栄テクモゲームスの江川です。このプロジェクトはですね、6年前にニトロプラスさんに刀剣乱舞をコンシューマーゲーム化させてほしいとお話しに行った頃にですね、ちょうどゲーム誌のアンケート企画で刀剣乱舞が無双化してほしいゲーム第1位を取ったことから、それが良いきっかけとなって企画が本格化していきまして、今があります。本作はですね、当社としても初めての試みとしまして、無双シリーズなどのアクションゲームを手掛けるオメガフォースブランドと、女性向けゲームを中心に手掛けているルビーパーティーがタッグを組んで、開発に挑んでいるタイトルとなります。こちらの詳細はプロデューサーの翔からご説明させていただきます。本日はよろしくお願いいたします。刀剣乱舞無双のプロデューサーをやっております光栄テクモゲームズの翔です。よろしくお願いします。で先ほど江川の方からも話がありましたけれども、この刀剣乱舞っていうこの大事な IP を今回我々の方で作らせていただきます。ありがとうございます。まあ、今回この江川と私で2人の体制でやらせていただいてるんですけど、まあ、江川も私も主にゲーム全体を見てはいるんですが、まあ、特にエリカの方はその世界観であったりビジュアルの方を中心にして、で私の方はまあアクションであったりとか、まあ、ゲーム全体のシステムの方とかを中心に見させていただいております。先ほどまあ映像でもご覧いただきたと思うんですけれども、まあ、例えばその必殺技、まあ、必殺技以外のアクションもそうなんですが、もうそういうの刀剣男子一振り一振りがまあいかにかっこよくその特徴を生かしながら爽快に楽しんでいただけるかというところをすごい大事に開発を進めております。はい、エリカさん、翔さん、ありがとうございました。続いてはたくさんの展開をしている刀剣乱舞シリーズですが、この作品の世界観についてデジタローさん、江川さん、翔さんにお聞きしてみたいと思います。まずは刀剣乱舞オンラインの世界についてご説明させてください。刀剣乱舞オンラインは DM ゲームズさんが開発運営、そしてニトロプラスが世界観シナリオキャラクターデザインを担当しています。刀剣育成シミュレーションゲーム、プレイヤーは名だたる刀剣が戦士へと姿を変えた刀剣男子を率いるサニワとなり、歴史を守る戦いに出ます。個性豊かな刀剣男子を集めて育てて、さまざまな合戦場を攻略していきます。刀剣乱舞の特徴なんですけども、サニワ、そして刀剣男子たちが本拠地としている本丸っていう呼んでいる場所があります。この本丸がプレイヤーの数だけ存在しているわけですよね。それぞれの本丸にはそれぞれ別々のドラマがある。まあ、その考え方の延長としてアニメや 2.5 次元の演劇、そういった本丸が派生しているっていうふうに考えています。そして今回新たに無双の本丸が誕生となりました。それでは私の方から今回の刀剣乱舞無双のあらすじをご紹介させていただきます。時は西暦2205年、歴史を守る使命を持つ刀剣のつくも神、刀剣男子が活躍する世界。とある本丸では彼らを束ねるサニワを失ったまま時間軸を漂うしかない15振りがいます。彼らはサニワを待ちつつもひそやかに暮らしていたのですが、突如時間阻害軍の襲撃を受けます。何とかしてこの戦いに打ち勝った彼らに時の政府がもたらしたのは強襲調査という名の任務でした。三日月宗近ら刀剣男子はこの任務に希望を見出し、
長い戦いへと乗り入れます。まあ、毎回あの展開によっていろんなドラマがありますけど、はい、今回もまた新たなドラマが、はい、刀剣乱舞無双で始まるんですね。はい、今回の刀剣乱舞無双、サニバがいないという点が、これまでメディミックスいろいろ本丸ありましたが、特徴になっていると思います。サニバがいない本丸ですので、さまざまな危機によって今現在15振りしかいない、残っていないという状況になります。そこへ政府からやってきた今之助、彼がですね、強襲調査という密命をですね、刀剣男子たちに与え、そして5部隊に編成されたという状況になっています。今回はその15振りが5部隊に分かれて、そしてそれぞれの部隊にですね、はい、部隊長というのがおりまして、で彼らがその部隊を率いて戦っていくという形になります。それではここでその15振りについてご紹介をさせてください。小江テクモさんのこだわりがぎっしり詰まった 3DCG による刀剣男子たち第一部隊からぜひご覧ください。三日月宗近が部隊長となる第一部隊になります。第一部隊のアクションとしての特徴ですが、まず三日月宗近は優雅で舞うような動き、余裕のある感じが特徴ですね。戦後村正は、艶やかな怪しさ、妖艶な感じでありながら型破りで豪快な動きというのをイメージして制作しています。でトンボ切りは実直さ、勇壮なイメージを意識しています。どっしりとした構えからの重みのある攻撃の数々をお楽しみいただければと思います。本当に個性を、ね、見事に表現していただいてるなっていうふうに感じます。本当にありがとうございます。次は第2部隊、河川亀貞が率いる部隊になります。第2部隊のアクションの特徴ですが、河川は三日月宗近と同じく優雅さをイメージしつつも力強さ、苛烈さが特徴になっています。イチゴについては騎士のような凛とした感じ、鋭く洗練された動きを、ナマズオについては全身を使った元気いっぱいアクロバティックなアクションを、ヒューガ正宗は緩急の効いた鋭さ、躍動感のある戦い方を、そして凛しさをイメージして制作しています。ちょうどね、担当巻き差し、内刀、そしてタチという形で、はい、それぞれ投手が違う刀剣男子が揃っていますけれども、こう手の表情とかすごく素敵だなというのを思うんですけど、我々も頑張りましたし、伊藤プラスさんにすごいしっかりとそこを含めて本当に監修していただいたおかげでありがとうございます。はい、お次は第3部隊、ヘシキリ長谷部が隊長です。第3部隊のアクションの特徴ですが、ヘシキリ長谷部は機動性の高い力強い戦い方になっています。巴方は成仲ということで力強い感じをイメージされるところもあるんですけれども、神秘的な感じといいますか、しなやかさを意識して制作しています。ヤゲンは小柄な体型を生かした瞬発力のある動き、それでいて力強さを両立させた電光石火な動きというのをイメージして制作しています。やっぱり担当ならではのね、スピーディーな動きみたいなところをありつつ、そうですね、で先ほどの生像とかがその、アクロバティックな感じはすると、こちらは素早さとその力強さをストレートに表現しているような感じで作らせていただいております。結構東四郎のアクションはガツンとこうメリハリの効いている力強いアクションも入ってますよね。はい、そうです。はい、お次はですね、鶴丸国永率いる第4部隊になります。第4部隊のアクションの特徴ですが、鶴丸は軽やかさ、トリッキーな動きで敵を翻弄するような戦い方というのが特徴になっています。食大レリーはですね、居合、抜刀を繰り出して戦うんですけども、スマートさというか伊達な感じを意識して制作しています。そして大栗からですが、キーワードとしては我流ですね。個人的に我流というのが大好きなんですけども、ぶっきらぼうながらも離れした感じというのをお楽しみいただければと思います。本当に個性豊かに描いていただいていると思います。性格含めて、表現できたかなと思って。はい、はいはい、最後は第5部隊、山ん場切り国広が隊長になります。第5部隊のアクションの特徴ですが、山ん場切り国広と調理ということで、アクションの前にこの2振りかという感じがあるかと思うんですけども、この2振りならではを意識して制作しています。国広と調理ということで、あえて共通するところと違いを出すところを意識しています。二振りとも鞘を二刀流のように扱って戦うんですけれども、
国広は動きの中に陰りといいますか、まあ、国広らしさを感じられるような所作を、調理は自信あふれる調理らしい所作というのをお楽しみいただけるようにしています。ぜひ実際に遊んでみていただいて、その違いを感じていただければなと思います。以上15振りの、まあ、刀剣男子について、ご紹介いただきましたが、そして無双シリーズ、もうすでに新タイトルを楽しみにしている無双ファンの方いっぱいいらっしゃると思うんですけど、今回刀剣乱舞とのコラボということになると、初めて無双シリーズに触れるっていう方もきっといっぱいいらっしゃいますよね。そうですね。そのためのモードが今回搭載されているということなんですけど、刀剣乱舞無双というところで、元の刀剣乱舞を遊ばれている方、まあ、女性の方が非常に多かったりとか、コントローラーを持ってガシャガシャゲームをやる方とか、あとはアクションゲームをやられている方って比較的、まあ、少ない可能性もありますし、そうですね、まあ、何よりも本当に世界観とかお話をしっかり楽しみながら、そのアクションの気持ちよさっていうのは堪能していただくためにどうするかっていうところで、操作の方法で簡単モードというものを今回実装させていただいております。すごい嬉しいです、個人的にも個人的にも、はい、本当に一つの、まあ、ボタンをもう連打するだけで、まあ、華麗にしかも爽快に楽しめるようになってますし、はい、もう何だったらそのもう避けるみたいなこともしてくれる、Y ボタンを押し続ければなんとかなります、うん、その状況に応じてもういい感じで攻撃を繰り出してくれるもので、普段本当にゲームやられてない方でも気持ちよく遊べるところまでしっかり作ってますので、もうぜひぜひこの簡単モードで、この無双シリーズとしてもそうですし、刀剣乱舞無双として刀剣乱舞の世界を楽しんでいただけるように、はい、しておりますので、お楽しみください。もちろんこうやり込みたい方のためには、もうその普段の無双のモードもあるわけですよ、はい、全部のボタン使って、はい、その無双シリーズいっぱい遊ばれてた方とかで、そのまあちょっとハードな操作だったりとか難易度楽しみたい方に向けても、楽しんでいただけるように、その通常の操作モードっていうのも当然入れさせていただいております。でこれはいつでももちろん切り替えができますので、うん、なんとなくもううおーって連打したいなっていう気分の時、そういう風に簡単モードにして、ちょっとがっつりしっかりちょっと集中してやりたいなって時だけまた切り替えるみたいな遊び方もできるようになってます。ですね。もちろんアクションが楽しみな方たくさんいらっしゃると思うんですが、刀剣乱舞ということになると、その刀剣男子たちの普段の姿がとても愛らしかったりするじゃないですか、うん、はい、本丸はどうなってるんでしょう。刀剣乱舞でおなじみのですね、本丸っていうのが刀剣乱舞無双では 3D で表現されています。本丸では刀剣男子を強化したり、よろず屋で買い物をしたりということができます。そしてストーリーを進めて一定の条件を満たすとですね、絆イベントというのが発生しまして、刀剣男子たちの日常をですね、垣間見ることができます。さらにまだございまして、フォトモードと呼ばれる刀剣男子たちを撮影できるモードと、それとですね、刀剣男子たちと一緒にこう遊べるミニゲームというような機能もありまして、今回の本丸はですね、いろんな要素が盛りだくさんですので、ぜひ楽しみにお待ちいただければと思います。詳細な情報はですね、今後順次公開していきますので、続報をお待ちください。はい、皆さんありがとうございました。刀剣乱舞無双独自の新しい展開、とても楽しみにためてなりましたが、さてここでですね、刀剣男子を代表しまして、この方からメッセージをいただきました。ではご覧ください、どうぞ。はい、どうも、皆さんこんにちは。刀剣乱舞無双三日月宗近役の鳥海光介です。はい、ということで刀剣乱舞無双ね、ついに発表になりましたね。いや、個人的になんですけども、まあ、私もですね、無双シリーズはちょっとご縁が、ありましてですね、まあね、そちらの方にも参加させていただいてるんですけども、まさかね、刀剣乱舞が無双シリーズとコラボするということでね、まあこれは大変嬉しい驚きってやつですかね。はい、ということで今まで刀剣乱舞オンライン、プレイしていた方の中にもですね、こういった無双みたいなね、せっかく刀ですから、こういったようなゲーム、ね、それこそ無双とコラボとかしてほしいなとかっていうのを望んでいた方もですね、たくさんいらっしゃったと思うんですけども、今回ね、ついにそれが実現でございますよ。バッサバッサとね、切っていきますからね。まあ個人的にもですね、ちょっと非常に楽しみにしているコラボということでね、この刀剣乱舞、またさらなる楽しみ方ができるんじゃないかななんて思っています。まあ今回はですね、アクションゲームということになるんですかね、なので今までの刀剣乱舞オンラインとはまた違った、まあでも
ちょっとねそういうアクション苦手だよなんていうね人も多いかもしれないんですけども、大丈夫ですよね、皆さん簡単にできるはずです。僕でもできるはずですから大丈夫ですね。まあ何よりも刀剣男子たちが動きまくりますからね、あのアニメーションとかでは動いてましたけども、今度はこういったゲームという形でですね、あの動く彼らね、をですね皆さんに楽しんでいただけるんじゃないかななんて思います。はい、必殺技とかもあるみたいですね。まあなのでやっぱりこの何よりも今までと違うっていうのはアクションということですから、まあねそういった、今までもちょっと剣を振るうような声とかはあったと思うんですけども、またちょっと今回はいつもよりさらに、まあ特に個人的に三日月さんはですね、あのもうちょい緊張感とかがある戦闘ボイスになってるんじゃないかなと思いますよ。はいね、まあとにかくあの必殺技がかっこいいらしいので、僕まだねこの段階では見れてないんですけども、とにかくかっこいいらしいのでですね、まあその辺がね見どころになってくるんじゃないかななんて思いますよ。で各キャラクターの必殺技がありますからね、それぞれにかっこいい、ものが見られると思いますね。はい、ということでまあそうっすね、あとはあそうです、あの今回の特典といいますか、あの豪華版っていうのがあるんですけども、そちらに入っているドラマ CD があるんですけどもね、これがまあその刀剣乱舞無双、ゲームの中に登場する全ての刀剣男子が、出演しているということでね、非常に豪華な内容になっておりますね。あの収録自体はねもうすでに全部終えているんですけども、まあねいやちょっと結構なボリュームの、セリフ量だったんですよ。あのストーリーの部分とかかなり重厚になっていると思いますので、また今までとはちょっと一味違ったキャラクターの一面なんかをね、あの皆さんに見ていただくことができるんじゃないかななんて思いますのでね、はい、刀剣乱舞無双まもなく予約開始ということですので、ぜひご期待いただければと思います。ということで三日月宗近役の鳥海浩介でした。刀剣乱舞無双始めよう。鳥海さんありがとうございました。さてでは最後になりますが、こちら刀剣乱舞無双の豪華版と特典についてお聞きしましょう。では稲垣さんご説明をお願いします。それでは私から豪華版スペシャルコレクションボックスについてご紹介したいと思います。一つ目は本作の全ての刀剣男子が登場するスペシャルドラマ CD となっております。本ストーリーのですね前日譚を含む内容になっておりまして、目下収録中となっておりますのでお楽しみにいただければなと思っております。そして2つ目、刀剣乱舞無双ハードポーチ4ニンテンドースイッチ刀剣男子門になります。こちらででんご用意してるんですけども、今回任天堂公式ライセンス商品となりまして、株式会社堀様に作っていただいた、なっております。3つ目はですね、デザイン画集としまして、こちらも、全ての刀剣男子を含む 3D イラストなど、多数収録予定となっておりますのでお楽しみにしていただければなと思っております。タイは予約特典としては数に限りはあるのですが、オリジナルスキンシールをご用意してます。冒頭でもご説明させていただきましたが、任天堂スイッチのパッケージ版、こちらは明日9月25日より順次予約開始となっております。予約についてはですね、各販売店様の準備が整い次第、開始されますのでよろしくお願いいたします。はい、稲垣さんありがとうございました。さあこれで今回の発表は以上となりますので、改めて皆様からご挨拶をいただきましょう。本日はご視聴いただきまして誠にありがとうございました。いよいよ誕生となった無双本丸、これまでになかったぐらい危機的な状況となります。なので、まあ、皆さんのご自身の手で、この本丸を本当に救い出してほしいと思ってます。まだまだ今日 の情報ではお伝えできなかったことがたくさんあります。すごくこう魅力的な情報たくさんありますので、ぜひこれからも、刀剣乱舞無双、ご注目ください。そして発売まで刀剣乱舞オンラインをですねぜひお楽しみください。そして大きい金之助もお疲れ様でした。これからも刀剣乱舞無双、大きい金之助宣伝隊長として応援していくと思いますんでよろしくお願いします。
このプロジェクトはですね、冒頭にもお話しした通り6年間という長い年月をかけてたくさんの競技を重ねてここまで来たということで、まあ、プロトタイプをですね初めてプレイした時にやっとここまで来たと、でこれをですね絶対にいいゲームにしてみせるぞっていうのを改めてそこで決意しましたし、そしてその自分自身でですね刀剣男士を操作してで戦っていくっていう新しい体験、この体験をですね早く皆さんにですねこの、まあ、喜びの体験を、味わっていただくというか経験していただきたいなという気持ちでいっぱいです。スタッフ一同ですね誠心誠意頑張っていいゲームにしようと日々励んでおりますので、ぜひぜひ楽しみにしていただければと思います。今日はありがとうございました。今回のこの刀剣乱舞無双なんですけれども、まあ、まずその刀剣乱舞とまあ無双シリーズというところで本当に強力なタッグを組ませていただきまして、本当にこの刀剣乱舞っていうものをいかに多くの方にそのアクションゲーム無双として楽しんでいただけるかっていうところはもうとことんこだわって作っております。まずその刀剣乱舞のファンの方はぜひぜひ本当にもう一人残らず皆さんこれを遊んでいただきたいなと思っておりますし、あとその無双シリーズいっぱい今まで遊んでくださっている方も今回この刀剣乱舞無双というところで初めて刀剣乱舞に触れられる方もいらっしゃると思うんですが、本当にすごい素晴らしい世界観とその重厚な本当にこのオリジナルのストーリーっていうのは本当に手に汗握るという最後まですごく楽しめる内容になっておりますので、刀剣乱舞に今まで触れたことのない方、まあ、無双シリーズいっぱい遊んでくださった方もぜひ今回この機会にですねこのタイトル遊んでいただきたいと思っております。はい、稲垣です。DMM ゲームズは今年12月をもちまして10周年になります。この、節目の年にですねこのような発表できて、本当に嬉しく思っております。発売は、来年2月となりますが、もう少しだけお待ちいただければなと思っておりますのでよろしくお願いいたします。そしてですね、最後に、お知らせがございます。今回刀剣乱舞無双は次の情報はですね東京ゲームショウにて発表させていただきます。10月2日土曜日23時から TGS 公式放送 DMM ゲームズ枠にて、放送をさせていただきます。ヤマンバギリ国広役の前野智明さん、ヤマンバギリ長義役の高梨健吾さんをお迎えして実際にゲームをプレイしていただきます。その様子をですねぜひ皆様楽しみにしていただければなと思いますのでよろしくお願いいたします。皆様ご挨拶どうもありがとうございました。そして、ご視聴の方々どうもありがとうございました。来週の続報を楽しみにお待ちください。それでは以上、刀剣乱舞無双通信でした。皆様またお会いしましょう。さようなら。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。